今日もランキング発表されて、はい、自分の順位いかがですか？やっぱり1位っていうのはやっぱり嬉しかったです。落ちた人の分まで頑張らないといけないかなって改めて思いました。やっぱちょっと1位がいいなっていうところはありますね。なのでちょっと明日からもっと頑張ってやっていこうと思います。昨日5位で今日3位で2個上がって、で今日目標だった半分以上に入るっていうのが達成できたのですごい嬉しかったです。なんだろう、すごい微妙なラインじゃないですか、4位って。なんか良くも悪くもないみたいな。だからどうしたらもっと良くなるのかなって思いました。もう呼ばれてほっとしました。もう崩れ落ちちゃいましたね。もらった時腰抜けちゃったみたいになったんですけど、でも本当に良かったです。昨日まあ、クロちゃんさんとお酒を飲んで、まあ、お互いなんか結構良き雰囲気になったんで、ワンちゃん前回の続きみたいな雰囲気にならないかなとか思ってる自分がいます。ランキング発表の後クロちゃんと話されてたじゃないですか、はい、それどういった会話されたんですか？なんか嘘つくのは嫌いだみたいな言ってて、なんか全部わかってるからって言われて、でもまあ恋愛的に好きだっていうことを言ったんですよ。私は多分それに気づいてるのかなって、なんかそれが嘘だっていう、なんかどうしたらいいか今自分で考えて。ちなみにはい、スパイの報告を受けた後、いかがでした？いや正直ね、アイカの前だからあまり分かんなかったかもしれないけど、すごいショックでしたね。それはナオの報告を受けてですか？いやそうですよ、だってそりゃそうでしょ。うん、だってね、楓に関して言うと思った通りだったから、あ全然良かったなと思って、あ裏を持ってなくて良かったなと思ったけど、ナオは全然真逆だったから、あの時の涙は嘘なんだと思って、ショックですよ。だって一番にしてくれって一番好きだからって思いっきり嘘ついてんじゃん。あの時やっぱ一番だって思ってたんだけど、ナオのことがやっぱりちょっとそういう気持ちじゃもう入れなくなりましたね。危うくね騙されかけたね。